幼児教育で子どもはどのような能力を身につけるべきでしょうか。ちょっと考えてみて、ここの自分の意見というところに書いてみてください。一人聞いてみたいと思います。はい、じゃあどうですか、どういう能力を身につけさせると大事ですか。コミュニケーション能力を身につけてです。はい、コミュニケーション能力ですね。なんででしょうか。と幼稚園、幼児教育では対話や表現から学びを得るところだと思ったので、コミュニケーション能力が大切だと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあ拍手。ありがとうございます。まあ、認知的スキル、社会情動的スキルってね、大きく2つに分けて、でこういったものをまあ育もうという感じで、まあ、日本の文部省とかね、厚生労働省もこういったところを重視して取り組んでいます。まあ、認知的スキルっていうのは、こう物事を考えられたり、言葉で表現したりするっていうような、まあ、いわゆるテストでも測られるような能力。でこっちの社会情動的スキルっていうのは、さっき言ってくれたようなコミュニケーション能力とかね、そういったものが含まれます。で、まあ、目標に向かってこう自分で頑張るスキルとかね、そういったものが含まれています。で現在はね、今までの教育ではこっちを重視してきたんですけど、今はね、こう情報化社会じゃないですか。なので知識が、まあ、ネット上とかにあったりしますよね。でそれをどう使って人と意見を交わしてやっていくべきなのかっていう方向にね、なってきているので、こっちを重視しようっていうねことが、まあ、幼児教育でも特にこっちを大事に、両方大事なんですけどこっちも大事にしていこうっていうようなことが、まあ、言われてきたりしてます。で、まあ、簡単にですけど、スキルっていうのの発達を見る